1974年です。アルフィーがデビューして直後、9月15日ですから、出たのはあのかぐや姫ライブ、まあ名盤と言われてますね、一番売れたんじゃないかな、かぐや姫で。どうなんだろうな、意外とライブってね、あの頃売れるんですよ。ガロもガロライブは確か一番セールス的には売れてたと思うんだよな。だあのどちらかというとほらベストっぽいでしょ、ライブだから代表曲いっぱい入ってるからね、あそういうのもあるかもしれないけどね。かぐや姫ライブ、あのかぐや姫のライブは実はこれ2枚目なんですよね。1枚目にかぐや姫オンステージっていうのが、1枚目っていうかこの前に出てんだよ、かぐや姫のアルバムとしては2枚目に、ファーストアルバム初めましてがあって、そのオンステージがあって、でサードね、で3階建てで、これかな、3階建ての前かな、このライブは後かな、このかぐや姫ライブ、こちらはねバンドさんも入っててね、結構豪華な、もうだからなんでしょうね、かぐや姫は一つのもう地位をね確立した後のライブですから、石川貴彦さんがマンドリン弾いたりとかね、まあすごいメンバーが入ってますけど、最初にやったかぐや姫のそのオンステージはメインは3人だけでやってましたもんね。このアルバムに入ってまして、これはね京都と大阪公演を記録したアルバムらしいですけどもね。このあと、まあ、解散していくわけですが、実は今日かけるこの曲「置き手紙」はここにしか入ってないんですよ。だからライブ版しかない、ライブテイクしかないっていうか、っていうかこのテイクがめちゃいいんですよね。だからスタジオで撮り直してもよかったと思うんですけど、それ以降ないもんね、一度も多分。あの翔也のソロアルバムでもないですよね。ソロアルバムっていうか風もないし、ソロでも多分ないと思うんだよな。これはあの石井正蔵さん、翔也が作った作詞作曲した曲なんですけど、これこのテイクは僕好きですし、あともう一曲ペテンシっていう曲もこのライブでやってるんですね、翔也の曲。それも、多分撮り直してないんじゃないかな、このアレンジではね。あジャンジャンジャンってやつ、男はダラリララララリラってやつね、あれもいい曲ですよ。だこのライブ、かぐや姫ライブには翔也の書き下ろしが2曲、置き手紙とペテンシって曲が入ってるんですけどね。この2曲はだからスタジオ版には入ってなかった、っていうかもう解散に向かってたからかもしれないね、そういう意味ではね。だから、ペテンシはでもあれかな、焼き直したのかな後に。まあそれは、良いとして、今日は、翔也の作詞作曲、かぐや姫ライブから、これはねビール出てくるんだけどね、ほんのちょっとですよビール出てくるの。はい、聞いてください、かぐや姫で置き手紙。袋を抱えたままでこの手紙読んでいるだろう。これで最後の男の気まぐれとして、どこかそこらの窓から捨ててくれ、君とならば暮らしたかった、二人でいつも立ち止まってしまう、あの赤いレンガの家で。
立ち前の君をこんなに苦しめるなんて、だから行く先は僕の友達に来てくれ、君に会わないで行くから、今頃は僕もまた昔のように、どこかの街のカフェテラスでビールでも飲んでいるだろう。ルンルル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 、君が帰る頃は夕暮れ時、部屋の明かりはつけたままで、いい曲だよね、置き手紙、うん、石川さんのマンドリンいいね、いや名曲だと思うな。翔也の22歳の別れもいいけども、僕はねこっちのおしゃれだね、あそこの2箇所だけあのディミニッシュが出てくるんだよね、うんうん、カフェテラスじゃないや、男の日この日まぐれとしてどこかの、あとまたそこの頃から2箇所違うディミニッシュが出てくるね、これおしゃれだなと思ったな。はい、翔也のね作品かぐや姫で置き手紙でございました。